セブリ坂または、スタンシーは、台湾の企業、エーサーの共同設立者であり、名誉当事長である。日本統治時代の台湾、台中州昇華郡鹿港町で1944年12月18日に、生まれた、国立交通大学で、電子工学の学士号と修士号を取得した。1976年、妻の葉、紫花ら5人と共に、 広志子講師を設立し、1981年にマルチテックのブランド名でマイクロコンピュータを発売した。1987年にブランド名をエーサーに変更した。2004年末に引退するまでエーサーの当事長を務め、同社を小さなスタートアップ企業から10億ドル規模の 世界的ブランドへと成長させた。引退後も2007年の APEC 首脳会議で台湾の特使を務めるなど事前活動に積極的に取り組んでいる。2011年11月9日台湾で開かれた公開フォーラムで Google のエリック・シュミット CEO が台湾と韓国には大きな違いがある。それは想像以上に大きいものだと発言したのを受けてセブリサ会が韓国は みんなの敵、台湾はみんなの友達と発言し、会場中から大きな拍手を受けた。2013年11月、セはエイサーの当事長に復帰し、一時は社長も兼任した。2014年5月4日、セは記者会見で役員の座から退いて、エイサーセルフ、ビルドクラウドのチーフアーキテクトに就任し、次の10年の課題に向けて、 エーサーと共に仕事をすると述べた。エーサーは6月18日、取締役会で人事案を承認し、キスクナバナを当事長に、セブリサカエを名誉当事長に任命した。ありがとうございます。